あ、小顔体操してました。おはようございます、ポルテです。ね、今日は皆さんに挑戦状をふっかけたいなと思っています。挑戦状です、皆さん。なんかね、皆さんから喧嘩が売られなくて、僕ね、ちょっとね、うずうずしてるんですよ。はい、おい、まあ、それ置いといてね。今日何をしたいかって言いますと、絶対音感、相対音感選手権っていうのをやりたいなと思ってまして、選手権です。絶対音感、相対音感選手権。そう、選手権、選手権、選手権、まあ、置いといて。でね、今日はね、僕がね、ちょっとピアノを弾いて、この音なんだっていうバトルをしていくので、みんな当ててください。何問まで正解したか教えてください。海外の人たちも挑戦してね。で、ルールは簡単。僕はで弾いた後に人が弾くので、その音を当ててください。 Let's start。 答えはラ。見た？答えはファ。し。じゃあ続いて、どんどん音域を広くしていきます。ファ。さらに音域を広くします。ドのシャープ、レのフラット。次の問題いきます。同じ音出してしまいました、すまん。ソトシ。和音がどんどん増えていくよ。ファとラ。ファのシャープ、ソのフラット、ラ。ミラド。
ファラド。レファラ。そして次は右手と左手をどんどん離していきます。レラド。ドソド。ファラドソ。難しいよね。からどんどん難易度上げていきます。もう無理でしょう。味噌汁。これはもう無理ですよね。最後の数問いきます。たくさんの国権。たくさんの発見。国権と発見。どうでしたか皆さん、分かった方いらっしゃったでしょうか。結構ね、絶対音感テストって難しかったと思うんですけども、こんなのが分かるんだったら君はもはやなんか新しい職業を作った方がいいと思います。弟当て当て職人士みたいな、どうでしょうか。難しかったですか。何問解けました。僕は結構中盤から分からなくなりました。やっぱ音がね、こう離れていくと難しいですよね。はい、僕は相対音感です。絶対音感ではないです。皆さんは絶対音感お持ちですか。羨ましいです。まあね、相対音感絶対音感って正直 音の自分のピアノのテクニックとか音の良さとは関係ないところなので、相対音感の方も気にせず頑張りましょう。僕は相対音感です。もうね、たくさん音が増えてくると正直わからないです。だから、皆さん、気にせず、勇気を持って、頑張っていきましょう。まあね、相対音感、絶対音感テストゲーム、今度ね、もっと耳を良くしていく、練習法についてもどんどん公開していこうかなと思ってるので、はい、皆さん、本日の動画はフォルテの独断と偏見による勝手なテストです。皆さんの耳が相対音感絶対音感関係なく、もうあなたの耳は天才的なお耳をお持ちだと思います。ですので、このテストができなかったからといって全く気にしないでください。皆さん、ここまで見てくれてありがとうございました。それではグッバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。